風が止んだら沖まで船を出そう。手紙を入れたガラス瓶を持って遠いところへ行ったと同時に潮騒の音がもう一度届くように、今海に流そう。霧が晴れたら小高い丘に立とう。名もない島が見えるかもしれない。小さな子供に尋ねられたら海の青さをもう一度伝えるために、今瞳を閉じて